皆さんごきげんよう。いかがお過ごしでしょうか。今週のピュアジャムは店長の休日3 days お届けいたします。4月下旬いよいよシーズンもラスト、滑り納めをした方も多いかもしれませんが、春のスノーボードも最高ですよ。今回もスノーボードマニアの皆様に向けて、まずは富良野スキー場ゲレンデセッション。今回春スペシャルということで、いつもより放送時間拡大でお届けいたします。まったりとお楽しみください。ご覧のスポンサーでお送りいたします。いつもありがとうございます。先週の放送でおしゃれなゴンドラのお供の募集コーナー、コメントありがとうございました。ゴンドラで生スノーマン、こちら DVD とシャケロックオリジナル CD プレゼントいたします。当選おめでとうございます。生スノーマン、スノーマンという北海道のお菓子があるみたいなんですよ。それが生で最近登場したらしいです。流行りに敏感なおしゃれさん、ありがとうございました。 DVD と CD 楽しんでくれたら最高。実は今藤本店長が乗っている板はこちら、噂のあの板のファーストサンプルボードでございます。今回のセッションはこの板のテストも兼ねております。気になっている方はたまらない内容ですよ。どう？いや、なかなか踏み応えと伸びがいい、あと安定感もすごい。でかいサイドカーブの伸び味出てるぐーっと踏んでるけど、踏み始めたの確認してからじゃないといかないよ。でも結構低いところからエントリーしてったら、あの球入りすぎない？なんかフィールが出る。あーでもね、嫌いではない。いや、なんかこんな感じの乗りかなってるな。でもなんか結構低いところから G1 に近いから、ちょうど合うというか、間合いが分かってくると、俺のよりって前に来るようになってる。そうだよね、取り付け位置ある。だから穴多いからダメなの。面白いね。Shine a light through a prism full spectrum. Pull the curtains back, you're my dimension. Lay back and just forget the pressure. Never make it out. I'm a 5-star brain in a 2-star town. And I'ma give it back when I have enough money in my hands. Enough for the friends and the fam. And I owe it all to Yahweh. Lord knows that I couldn't do it my way. On the spot, a ticket for the fast lane. Now I'm hopping on a flight to the Everglades to forget the pressure. I ain't really got a lot to lose.
lay back and just forget the pressure. さすが乗りこなしてますね。気持ちよさそうです。そして CM 入ります。確かに。これ乗ってみたら分かる。ああ、いい。最初その板って、例えばノーズだけ 3D にするとかって違うんですか？これ？はい。じゃあ、いろいろとね。あんまり。きついから次へとね、いろんなことが出てくるね。果たして、どんなものが出来上がるのか。楽しみですね。中居くん出たんで。どう先輩たち。いやー、ちょっとあんまスノーボードそんな考えてなかったなっていう考えさせられます。なるほどね。なるほど。シャバッシャバの春雪クルージング、ナイスセッションでした。
下は悪いけど気持ちいいって言わせていただきます。2日目なんかもうやりきった感じ、いきなり出てきた。目開かないもんな。今日はラストパウダー、いや店長の休日がある限りパウダー続きます。どうぞ中井さん、最高じゃないですか。ちょっと今日はこのテストボード初のパウダーで試せそうです。テストボード、これはどんな板なんですか？これはね、HPS と違うシチュエーションで乗れるように、もっと高速域で滑ることをイメージして作りました。あんま太さより長さを出して、164でも太さは HPS の55か58くらいかな。ファーストサンプルだからまだここからちょっと変わっていくけど、これが原型にやっていじられていきます。店長の休日2日目始まっております。昨夜の夜になんと雪が降ったようです。北海道恐るべし、中井観光の嗅覚恐るべし。店長いつもご苦労様です。
ちょっと連休じゃないですか。出るわ。おはようございます。おはようございます。今日は、今日は4月の23、10時28分まだ滑る時間ではない。セタ、これも走る気になる頃に合わせて俳句してます。いや。店長、店長最終日だよ。店長の休日。Day 3. 見てください。おや。宮の森から上富良野へ来ています。最終日この天気、そしてこのメンツ、最高です。ひー。最高じゃん。今日はどんなライディング予定ですか？もうちょっと地味にポイント稼いでいこうかな。あんま派手なことできない。いいね。じわじわと。5回ぐらい見てから、なんとなく嫌いじゃないかもと思ってくれたらいいっす。おはようございます。おはようございます。なんで裸なんですか？いや、もう、見ての通り、めちゃめちゃ暑いっすよ。いや、雪ですよね。見ての通り、もうめちゃめちゃ暖かくて、もう水風呂に入りたい。今日どんなの滑りますか？今日は、ちょっと緩んだシャウダーを狙ってな、できればフィルムクラストなんか、ちょっと触れたら嬉しいなって思ってます。期待してます。おはようございます。おはようございます。暑いっすよ。いや、雪いいですよ、周りこれ。暑いっすよ。もう夏入ってますよ、これ。今日はどんなの滑りたいですか？今日は、まあ毎日行ってるんですけど、気持ちいいの。雪積もってないところの方が多分いいね、これ。暑いね。やばいです。あ、遅い。走ってない。完成加工と一緒になってる。登りたくねえわ、もう。ちょっとピュアジャムファンの皆さんに一言もらっていいですか？いや、もう要はボディー&ソウルでしょ。店長の休日最終日の3日目。ボディー&ソウルでしょ。
店長の休日 3days、 いよいよラストのお時間となりました。ラストはナチュラルパイプセッション、楽しんでくれたら最高。今の動き何ですか？今の動き。世界ですね。Come true.
hoping and praying one day that they do. I don't know how, and I don't know when. Just patiently waiting. Yeah, Mr. Parker Jr.? Yeah. Patiently amazing. Waiting. Each day that goes. Yeah. Staring out windows at stars in the sky. Imagining one day I'll be one of them. But standing ovation. やんちゃ世界を沸かせたあのバック、さあ日本代表高い高い、うん、ポン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 、3連休どうでした店長？これが現実だよ。温泉にいるのなんてね、非現実だから。こっちはこれがリアルだよ。いつもそこ葛藤してる。最高でしたね。シーズン最後にパーティーして牛舎食べて、お酒飲んで、最後にパーダー滑って、思い残すことはない。また来年。イエーイ。お疲れ様でした。どうだった今回のトリップ？店長の3連休はやっぱり濃いですね。藤本店長ぐらいになってやっぱ3連休あったらこれだけ濃くなるんだっていうのは感じましたね。今日はボディ&ソウルショーということで、ありがとうございました。店長が、はい、俺がリアルだから。確かにやっぱ現実逃避で3連休する方多いですけどね。俺と店長が行ったところは現実よりも厳しいところでしたからね。リアルでした。ありがとう。ありがとうございました。大変です。ありがとうございました。どうだったこのトリップ？だいぶ楽しかったっす。もう滑り以外も充実してた感じがしました。滑り以外の方が充実するんじゃない？どう？間違いないです。それだったっすね。今回は滑りっていうか、まあ春になってきてみんな日も緩んで雪も緩んで、最初つっちゃった最高セッションでした。ありがとう。ありがとうございました。もう一回ぐらい滑りたいね。もう一回ぐらいちょっとまだ粘っこく。終われないね。もう一回やって中井くん。もう一回やりましょう。一旦仕切り直して。濃厚な3日間で。疲れました店長。店長疲れました俺。店長。お、いいね。お、
ハリウッドシャバーおーいいんじゃないそれ5月だねパノラマ店長次パノラマ店長パノラマ店長次何連休ですかちょっと連休つけるわゴールデン店長あるんですかゴールデン店長今回もナイスセッション皆様も良いスノーボードライフを